花城市長過剰市は大韓民国系軌道の南西部に位置する市である。ソウル特別市から南へ30から6 5キロメートルに位置する。口実する遠隔の通り、地域はもともと水原郡であった地域から水原市をはじめ都市下の進んだ唐津山市などに分離されていき、最後まで残った地域が昇格して成立したものである。 このため明確な市の中心地は存在せず、鉄道でのアクセスも劣悪で、地域の駅は水人市線の旧止以降長らく、京府線持ち点駅のみだったが、2016年に水彩平沢高速線の開通により、東名田駅が開業し、また2020年に再開業した水人市線路の、牧駅と伊里川駅が復活するなど、利便性が向上している。 市長は、地域のほぼ中央にある、南洋湯にあるが、人口は、警府線に近い東部に集中している。人口増加が著しく、2007年2月から2012年2月までの間に62%増加しており、特に、豪南湯と東灘道は5年で人口が2倍以上となっている。また、 市の外国人人口は5%ほどであるが、八七面と洋館面は34%と非常に高い。その反面、農地面積も271平方キロメートルと、地域の40%近くを占め、農業地帯も多く残っている。なお、世界遺産である水原花城は、花城市ではなく、隣接する水原市に所在する。 現在営業中の路線持ち点駅までソウル駅より約70分、東灘駅まで水彩駅より15分。上記のほか、持ち点基地線の西東灘駅も地域に隣接している。地域が広く、確固とした市街バスターミナルもない。花城室内体育館及び花城総合運動場は豪南湯に所在する。ありがとうございます。